っています。犬たちは無条件の愛、献身、そしていつでも助けに駆けつけるという強い気持ちで私たちを常に驚かせてくれます。同時に犬は簡単に仲間と友達になる社会的な動物でもあります。エディット・ガビーはメキシコ・サンルイス・ポトシの親戚を訪ねた時、偶然貴重なシーンを目撃し、その撮影に成功しました。小さな犬が柵の扉に駆け寄って、それを飛び越えようとしていました。すぐに扉の反対側からジャーマンシェパードの頭が見えました。最初エリットは小さい犬がシェパードに噛みつかれないか心配していました。しかし2匹の犬は古くからの友人のように抱き合い、どうやら小さな犬はどこか近くに住んでいて、散歩中にこのシェパード犬と仲良くなったようだと分かりました。その後小さな犬は柵の方へ移動し、飛び越えて中に入ろうとしました。しかし自力ではどうにもなりそうになく、誰かの助けが必要でした。さて誰が手伝ったと思いますか？もちろんその友達です。そして二人は一緒に静かな物陰に行き、一緒の時間を楽しみました。エディットはこの思いやりと友情にあふれた行動に心を強く打たれました。チワワのジミーとシャーペイのスティービーはカリフォルニアのペット保護施設時代からいつも一緒の友達同士です。保護施設のスタッフもこのような強い友情は見たことがないと言います。スティービーは盲目で介護なしでは動くことができません。このシャーペイより5歳年上のジミーは忠実に彼の面倒を見ます。この2匹は南カリフォルニアから連れてこられる前から同じ家に住んでいたのだろうと考えています。しかし残念なことに誰もすぐにそのことについては特に尋ねませんでした。私は30年間この仕事をしていますが、この2匹のような友情は見たことがありません。ジミーはスティービーが盲目であり、面倒を見る必要性を理解している様子なのはとても興味深いです。ジミーはいつもスティービーにぴったり寄り添い、面倒を見て顔を舐めてやります。しかし結局のところ、ジミーはただスティービーと一緒にいたいのだと思います、と施設のスタッフは話します。シャーペイ専用の特別な保護施設のスタッフたちがスティービーに興味を持ちました。そしてこの2匹の感動的な友情について知ると、犬たちを引き離そうとはしませんでした。私たちは通常シャーペイのみの救済を行っています、と特別保護施設のスタッフであるローザは言います。しかしこの2匹の犬がどうしても離れられないのを見たとき、私たちはスティービーをジミーから引き離してはいけないと考えました。この2匹の犬はイタリアのローマの路上に住んでおり、最後まで分かちがたい友達同士でした。ある日黒い犬が車にひかれ、怪我によりその場で死んでしまいました。しかしいつも一緒だった砂色の犬は長い間死んでしまった黒犬のそばから離れませんでした。目撃者によると、この忠実な犬は数時間事故の犠牲となった黒犬のそばにとどまりました。ドライバーたちが路上にいる犬を避けるために速度を落とさざるを得なかったので、ローマのど真ん中で大きな交通渋滞が起きてしまいました。マルコ・ミラニはこの事件について次のように話しました。娘を学校に連れて行くときにこの渋滞に巻き込まれました。最初は何か交通事故が起きたのだと思っていましたが、犬の姿が見えました。マルコは続けます。その犬は路上の真ん中に立って動かない友達の犬を守っていました。おそらく車にひかれて死んだのでしょう。その日も多くの人々が2匹の姿を撮影しており、現在これらの写真は世界中の何百万人もの人々の心を打っています。マルコは砂色の犬が保護施設に収容されてほしくなかったので、写真をインターネット上に投稿しました。そして彼の作戦は成功しました。何十人もの人々がこの犬を引き取りたいと希望しました、とマルコは話しました。今回紹介した物語からもわかるように、私たち人間にも犬から学ぶことがあります。この動画がお気に召したらいいねを押してください。ではまたお会いしましょう。